お、エレンさんや。おい、ちゃー。本物？本物。フォローしてる？フォローしてます。フォロワーさん限定ルーレット。止まったとこのやつやってプレゼント。ベイビードラゴンです。じゃあベイビードラゴン。少年なんですか、それともおじさんなんですか。多分おじさんです。若年寄りです。何歳？19歳です。19歳。高校卒業して。そうですね。今は専門学校に通ってますね。何やってんの？福祉医療専門学校で介護の勉強してます。介護の勉強してんの？はい。好きやってんの？本当に年寄りと話すのが好きで。年寄りと話すのが好きなの？はい。そうですね。まあもう人自身が好きで助けになる仕事をしたいなっていう風になってたどり着いたのが介護というか。はい。なんかちょっと面接してるみたいな。人の笑顔がいいなって思う人もいればそうじゃない人もいるじゃん。そうですね。なんでそうなったの？自分のやったことが形になる仕事っていいなっていうか、やりがいを思える仕事がいいなって思ったので。確かに確かに。自分がやったことは俺もこうやってね、みんな目の前で笑顔になってくるのも超楽しい。そうですよね。そうそうそう。素晴らしい。もしめっちゃ優しくしておばあちゃんとかおじいちゃんとかにうんこ投げつけられたりしても OK、はい、そうですね。もう何をされても僕は平常心が持てるっていうのはやっぱりそれぐらいの勢いがないと介護はできないと思うので。そうか、でもそうなるもんね。殴られても暴言吐かれても平常心保つ気持ちではいるんです。19歳？はい。例えばじゃあおばあちゃんおじいちゃんとかじゃなくて、ただ俺に殴られても起きれる？それはもう警察呼びます。それはダメ。それはまた話が別に。あ、そうそうね、そうね。いきなり殴られたらちょっとこっちもなんかどう反応したらいいのか分からない。確かに何の理由もなく殴られた、殴り返す前に何が起こってるか状況判断みたいな。そうですね。うお、かわいい。これね、めっちゃね人気なんだよ。夢みたいですね。いつも動画で見てる風景こうやって生で見れて。じゃあ将来は人の笑顔のために。そうですね。うん、でも俺もね、あのコンセプトは、はい、あのアートで世界を笑顔に。おっしゃ、完成。3、2、1、ファイヤー。うわ、すげえ。ファイヤー。